きます。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。よろしくお願いします。お願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、実はですね、オンエアは10月1日なんですけど、はい、今収録上では9月25日、今日5でしたっけ、25ですね、はい、3日後誕生日なんですよ。あ、おめでとうございます。オンエア上では過ぎてるんですけど、はい、なのでFM ギノワンさんからちっちゃいミニタオルをさっきいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます後で写真もお撮りしますね。了解です番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、早速1曲先に行きましょうかね。はい今週の1曲はオフィシャルヒゲダンディズムでコーヒーとシロップです。どうぞ。やっぱ無糖もいればだねもう私は無糖飲めないのよね。あんまり飲む必要ないですからね。まあでもなんかいいコースって話も聞いたことがある。うん、そうですね。ブラック飲みすぎたらコーヒーってアルカリ性なんで、うんうんうん、胃酸を中和しちゃうんです。でお腹痛くなったりしちゃうんですよね。なるほどなるほど。だから飲みすぎはあんま良くなくて、うんうんうん、僕も最近ではベンティだったら1杯が限度ですね。でそれも最近はもうアイスで溶かしながら飲むようにしてます。あ、は、は、以前はもうホットでしか飲まなかったんですけど、はい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 、ホットだと甘く感じるんですよ。逆にそうなんだね。だから学生の頃は普通にホットベンティ2杯とか普通にいけました。うわうわすごあの時は胃袋めちゃくちゃ強かったはずなんで、あ食べる量も多かったんで、多分胃酸が結構出てたんじゃないかな。なるほど。私は微糖だったら缶コーヒーあるじゃないですか。あれだったらもう1日 2,3 本飲んだりも全然普通ですよ今は今は前は1日1本って決めてたのに。適度に飲むとすごく健康にも効きますけどね。ですね。ですね。
はい、では間もなく曲が終わります。はい、お聴きいただいたのはオフィシャル姫ヒゲダンリズムでコーヒーとシロップでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは好きなコーヒーの飲み方です。あ、オンエアが10月1日なので、10月1日はコーヒーの日らしいので、うん、今回はコーヒーに好きなコーヒーの飲み方を皆さんにお聞きしてきました。キャスの方が来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんさっちー、こんばんさっちー。名古屋のダンサーズさん、お疲れ様でございます。お疲れ様です。私が、オンエアでは過ぎていますが、って言ったの、誕生日のことで、名古屋のダンサーズさんが、おめでとうございますと来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄大好きさんも、放送日の3日前が誕生日、ハッピーバースデー、おめでとう、サッチーハッピーバースデー、サッチーハッピーバースデーと来ております。ありがとうございます。ナルトラさんも来ております。お疲れ様です。誕生日ウィークなんですね。おめでとうございます。ということは、あれがもらえますね。そう、もらいましたよ。もらいましたよ。あれ、あれ。あとで、写真を撮るので、それでアップしようかと思っておりますが。なんか、あれって言い方すると、阪神っぽいですね。そうですね。そうですね。それ言えてますね。では、メールの方が来ておりますので、先に紹介したいと思います。お願いします。ラジオネーム、ナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。好きなコーヒーの飲み方。はい。主に飲むのは缶コーヒーなので、その飲み方になりますが、自分はブラックが苦手なので、微糖を選ぶようにしてます。普通のタイプはさすがに甘いのですが、と言ってもブラックもちょっと苦手なので、微糖がほとんどですかねと来ておりますね。私も微糖派なんですよ。実はといえば微糖本当にオリジナルのやつはめちゃくちゃ甘く感じて、はい、あれは飲めたもんじゃないと思ったので、うん、最近は微糖に変わりました。僕はあまりにもブラックを飲みすぎてですね、微糖という言葉が浮かばなくて、はい、微糖って急に言われると合わせの中学校が浮かびます。はいはいはい、確かにあっちも微糖ですからね、はい、ツイキャスの方でカープボーイさん来ておりますね。サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。ワン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 、まだまだ暑いけど夕方やっぱり少し涼しくなってきますね。でもまだまだ暑いですけどねと来ておりますね。カープボーイさんもブラックが好きかなと来ておりますね。コーヒー青森にも、うん、コーヒー青森にも、使っているということですね。うん、ではメールの方に戻りたいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。うふふ、ワッターの名は、悪の、軍団マジムン。あ、台本間違えた。こっちこっち。では、気を取り直して、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きやいびん。メッセージテーマ、ビールをジョッキ片手に飲む派ではなく、テーマ、好きなコーヒーの飲み方。僕は無糖でもいけます。おー、いいですね。昔は微糖のコーヒーにミルクを入れてよく飲んでました。コンビニのコーヒーも無糖で飲みますが、時々ミルクとシュガーを入れて飲みますと来ております。うん、コンビニ、まあ今、ファミカフェとかありますからね。ローソンも、なんか自分で好きなようにセレクトできるっていうか。分量を選べるっていうのはいいですね。いいですよね。好きな好みにできるので、いいんじゃないかと思いますよ。うん、
DM も来ておりますので紹介したいと思います。ヒンチ三道さんからいただきました。あのヒンチ三道さんってヤンポーさんのことなんですけどね。テーマコーヒーの飲み方、サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。してコーヒーな、年中ブラックのアイス、暑がりの俺はホットなんて飲むかや。コーヒーには砂糖とかミルクとか入れたらコーヒーじゃなくなるよ。砂糖なんて入れたら甘さの沼らん。以上、コーヒーの飲み方報告でしたと来ております。確かに確かに、まあそういう方もいらっしゃいますが、僕もその通りでございます。でも私あれなんだよな、何回かブラック飲んだことあるんですけど、はい、ブラックはね、なんか味がなさすぎて豆がダメだったのか、それともあの水の量を間違えてたのかわかんないんですけど、なんかものすごく味が薄く感じて。じゃあ今度試しに僕が作って持っていきましょうか。あ、お願いします。あのアイスコーヒーだったら水出しで僕が作って、はいはいはい、ホットだったらプレスコーヒーで作れるんです。おー、私あの猫舌なのでアイスでお願いします。アイスの方だと、はい、あの苦味がすごくキリッとして、あー、でもスッてこの苦味が消えてくれる飲みやすい豆があるんですよ。はいはいはい、はいはい、マンデリンっていうんですけど。おお、なんかいろいろ豆の種類もあるんですね。はい、インドネシアの豆なんですけど、うんうんうん、このマンデリンっていう豆は本当に結構深入りでやることが多いので、はいはい、結構苦味が強いんですけど、はい、でも後を引かない苦味なんで、お、結構すっきり飲みやすいんじゃないかなと思うんで、はいはいはい、今度よかったらアイスコーヒー作ってくださいね。あ、ありがとうございます。やった。メールの方に戻りたいと思います。好きなコーヒーの飲み方でいただきました。サッチーさん、キャンチーこんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。普段はブラックになります。ごくたまにカフェオーレもあります。ブラックは水の質に影響が出るのです。あ、そうなんだ。やっぱり先日も、名古屋発祥の某有名コーヒー店でモーニングをしたんですが、水が美味しいお店ではコーヒーも美味しいですよね。皆様は違いの分かる方でしょうか。ダバダバーと来ております。まあ水が違うと確かに違うってよく聞きますけどね。まあ、お味噌汁とかお米とかもそうですよね。ですね。やっぱ元になってるものが美味しくないと、うんうん、なかなかということで。まあそうですね、確かに。なんか豆の種類もなんかさっきあのオフトークで、はい、種類が違うと甘さも違うという。いやもうだいぶ変わりますよ。変わるんだ。地域で結構特徴あるんですけど。はいはい。あのコーヒーベルトって言って、はい、あの赤道中心としたコーヒーが取れる場所って決まってるんですよ。ああ、そうなんだ。はい。なので、沖縄ってギリギリこのコーヒーベルトに入ってるんで、最近沖縄産のコーヒーとかって開発が進んでるんですけど、はいはいはい。まあ、有名どころで言うと、やっぱりさっき言ったインドネシアだったり、アフリカだったり、うんうんうん、あとは南アメリカとか、はい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 、はい。あの辺に結構有名なものが集中してて、へぇ。だから皆さん、南米とかに行って、直接豆を取引するとかっていう。あー、なるほど。だからなんだね。そうなんです。へぇ、いろいろあるんだ。カープボーイさんが面白いのを言ってますね。なんでしょうか。ジャコーネコの粉から取るコーヒーもあれめちゃくちゃ高いよね。ああ、そんなのあるんだ。知ってます。知らない。ジャコーネコ。ジャコーネコっていう動物がいるんですけど、はい、その動物に食べさせるんです、コーヒーの実を。はあ。で、出てきたうんちについているあの豆を全部拾って洗って焙煎して、それをコーヒーとして飲む。あー、そんなのもあるんだね。っていう希少豆があって、はいはいはい、お高いんです。おいくら万円？結構程度によると思うんですけど、一杯数千円とか。結構するんだね。だからそういった豆もあったりするので、はいはいはい、まあ、それが美味しいかどうか別ですけど、あ、まあ、希少なものなので価値がある。ああ、なるほどなるほど。
燃える、まあ、カープボーイさんが言うようにブルーマウンテンの方が結構、うんうん、まあお高めの豆の中ではあっさり飲めて美味しい方だと思います。はいはいはい、まあ、ブルーマウンテン確かに、なんかブルーマウンテンって意外となんか有名ですよね。有名ですね。有名でいいっては聞くけど、お高い豆といえばブルーマウンテンみたいなことありますよね。あ、はいはいはい、なるほどなるほど。私も中コーヒー飲み始めたのが確か高校3年生ぐらいの時だったと思うんですよ。はい、あのちょうどあの受験は失敗したんですけど、うん、看護学校受験の時を控えてて、はい、で結構学校終わってあの塾行ってたので、で塾に行く前にコーヒー、まあ、微糖、あの時は微糖じゃなくてオリジナルのやつ、ボスとかそういう系のオリジナルを飲んで、塾に行くっていうルーティンを作ってたので、あの時からですかね、コーヒー飲めるようになったの。なるほどですね。うん、コーヒーってやっぱ出会いが大事ですからね。そうですよね、確かに。でもあのさっき言った通り、あのブラックは絶対もう飲まないって決めてたんで最初はあんなのはコーヒーじゃないみたいな、飲めるもんじゃないって思ってたんで、今はもう眠くなったらすぐコーヒーみたいな感じになってます。僕はコーヒーとの出会いが結構劇的で、はい、あのもともと大嫌いだったんですよ。あれ、母が結構ジョージアとか甘めのコーヒーばっかり飲んでたんで、あー甘いのに苦い、なんだこの気持ち悪い飲み物はってずっと思ってたんですね。はい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 、はい。じゃあ、あの、中学校1年生の時に、まあ、畜陸場。あ、ありますね。があるじゃないですか。あります、あります。帰宅部なんで、応援団なんですよ、はい。はいはい。で、学校から集合させられて、みんなで応援するぞっつって言ったら、午前中めちゃくちゃ土砂降りになりまして。ありゃ。ザーッと。ありゃ。解散。いや。現地解散になりまして。はい。でも、ずぶ濡れなわけじゃないですか。ずぶ濡れですね、確かに。で、秋なんで結構ちょっと冷えるわけです。で、当時は携帯とか持ってるわけじゃないので、はいはいはい、近くの A&W に行きまして、はい、そこの公衆電話から、お母さん、迎えに来てって言いまして、OK、わかった、じゃあちょっと待っててねって、待ってる間に、寒い、寒いって中でパーって見て、ホット、ホット、ホットコーヒーってなりまして、はい、ホットコーヒーを初めて飲んだんです。あ、エンダーのコーヒーがじゃあ初めてだったんだ。そうです。あ、このブラックコーヒーがあまりにも美味しくて、なるほど、この苦さいいぞってなりますね。なるほど、まあ、ブラックから始めたっていうのも逆にいいかもしれないですね。そうですね、まあ、もともとお茶とか飲まされてたんで苦いの平気だったんですよ。うんうんうん、だから結構ブラックコーヒーの方が僕は合ってましたね。あ、なるほどね。私もお母さんも意外と、まあ、砂糖ちょっとのミルクちょっとぐらいの人だったんですよ。で、たまにいたずらで飲んではいたんですけど、はい、うん、でもあのお母さんが言うにもブラックはね飲みすぎたらいい壊すからあんまり飲まんよって言われてて、ああ、そうなのみたいな。テレビでもなんか一時期あのコーヒーのことをやってたので、はい、その当時ぐらいかな、やってたので、あのもうコーヒーはカフェインが入っててどうたらこうたらとか、はい、あとなんかブラックを飲みすぎたらいい子は吸うみたいな、うん、なんかマイナスのものばっかりしかやってなかったんで、あ、これはブラックは飲まない方がいいのかなって思いつつ、私はもうずっと微糖でやってますね。でもあれかな、でもファミマとかのこの自分で焙煎っていうか、あのスイッチ入れてやるやつ、はい、あれ結構砂糖とか自分で調整するんですけど、はい、なぜか自分で作るとめちゃくちゃ甘くなるっていう。ちょっと多いんですかね。多いんですね、自分でやると。あ、もうちょっともうちょっとしてるうちに、あ、めちゃ甘いみたいな。そういうのしょっちゅうです、私。なのでもうほとんどあの缶コーヒーで済ましてます。あ、まあ缶コーヒー楽ですからね。楽です、めっちゃ。しかも今の缶コーヒー美味しいんですよ。美味しいですね。昔はちょっと確かになんか鉄の味するなとかって時期もありましたけど、うん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 、だいぶ美味しくなりましたね。そうですね。名古屋のダンサーズさんがワイハーの粉コーヒーも美味しいですよって来てますね。うん、ワイハーカーボーイさんと一緒ですね。そうですね。なんかまた私もちょっとずつブラックコーヒー挑戦してみようかな、この次っていうか、まあ機会があればかな。
ブラックコーヒーで甘めのコーヒーとかだとちょっと酸味が強かったりもするので、はいはいはい、だから酸味の強いコーヒー、酸味が苦手じゃなければ大丈夫だと思うんですけど、うんうん、ちょっと酸っぱっていうようなコーヒーがあったりするんで、おお、なんかいろいろあるんですね、やっぱり。あのブラック飲み始めるとこの豆で本当に味が変わるので、あーそっかそっか、楽しい反面ちょっと苦手だなっていうのもあると思います。うーん、どちらかというと苦味が強い方が好きなので、はいはいはい、ちょっと酸っぱいもの飲むとあちょっと酸っぱいなって思っちゃうんですね。うん、まあ酸味私はそこまで苦手ではないので全然いけはしますね。だから甘みが欲しくなると、うんうん、あの僕はホットで飲みます。あ、さっき言ったプレスコーヒーってやつなんですけど、はいはいはい、あのお湯と豆をこうポットにこう入れるじゃないですか、はい、お湯にバーって混ぜるじゃないですか、うんうんうん、それを上から鉄の網でグーって押し付けて分離させるんです、うん、あで下にカスが溜まって、はいはいはい、上にコーヒーができてるっていう状態のものをプレスコーヒーっていうんですけど、はい、それで飲むと何がいいかっていうと、普通コーヒーってフィルター紙とか使いますよね。ああ使います使います。紙とか使っちゃうとあれコーヒー豆の油とか全部吸っちゃうんですよ。ああそうなんだ。だけどこのプレスコーヒーでやると油が浮いてくるんですよ、ゴミと一緒に。あーはー、これが美味しいんです。なるほど。甘かったりとか香りが引き立ったりとか。うんうんうん。だからちょっとゴミゴミしてるコーヒーって意外と美味しいので。へえ。だからお店に行ってなんかあここのやつなんかザラッとしてるし残ってるなって思ってるとか意外と名店だったりします。おお。こだわってそれで出してる場合があるので、はいはいはい、なるほどなるほど。え、名古屋のダンサーズさん、酸味のあるコーヒーはちょっと苦手ですと来ておりますね。うーん、あこれはもう人それぞれなんでね。そうですね、まあ、好きな方は本当に酸っぱいのが好きっていう人いますからね。うんうんうん。そろそろ来週のテーマ行こうかなと思いますよ、はい、お願いします。来週のテーマは居酒屋エピソードです。ほう。というのもあのちょっと昨日あの収録の前日、まあ、24日なんですけど、はい、ちょっと面白いことがあったので、ほう、ちょっとそのことでちょっと居酒屋で、はい、居酒屋エピソードでちょっと来週はお話をしようかなと、メールも募集しようかなと思っております。あんま居酒屋行かないんですよね僕は。私なんか最近ちょこちょこ行ってますね。僕バーばっかり行っちゃうんで。はいはいはい。居酒屋という居酒屋めったに行かないんですよね。ああ、本当に誰かと行く時ぐらいじゃないと。うんうん、なるほど。いやでもエピソードちょっと思い出しておきます。私はもう この先週といい昨日といいちょっと2回ほど居酒屋に行っておりますので。いいなぁ、飲みたいなぁ。めっちゃ私飲みまくってるんだけど、昨日久しぶりに島飲んで、で初めて飲む島だったんですよ。だから中部の人って大体ザンクロとかが多いじゃないですか、はい、けどちょっと南部では違うみたいで、そういうのもちょっといろいろあったので、ちょっと来週いっぱいお話ししましょうかね。ナルトラさんが、居酒屋は、居酒屋これはいろいろ出てきますわらって来ておりますね。カープボーイさん、五木ひろしの木の実7、あどういうこと。あとどのぐらいでしょうか、時間的に。はい、あと2分ぐらいですね。2分ぐらいどうしようかな、ちょっぴんだけ話そうかな。はい、いっぱいあったのでちょっと居酒屋エピソードが、あの旦那と一緒に飲みに行ったんですよ、はい、日曜日に、はい、その時にもめちゃくちゃ面白い人がいて、旦那の同級生の、あ同級生と後輩の飲み会で行ったんですけど、もうなかなか酔ってる方がいて、はい、めちゃくちゃ面白いんですよ。話の内容も来週ちょっとまとめてお話しできればと思います。カープボーイさんが、若い時は無理、1980円と1000円のチャーハンセットだけど、何時でも飲んでたよ、何時間も飲んでたよ。確かになんか飲み放題とか、まあありますからね、居酒屋。1時間、2時間いくらとか。多分料理ですかね、無理じゃなくて。
料理1980円と1000円のチャーハン。あー、そうですね。まあいろいろありますかね。はい、居酒屋でも、まあ、中部もそうだけど南部もいろいろありますので、はい、ということでお時間が来てまいりました。はい、ではまた来週お相手はサッチーとミキさんのキョンでした。じゃあねー。お疲れ様でした。鼻がかいずっとムズムズします。くしゃみ、フィクションくしゃみしそうで怖かったですもう、もうずっとムズ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 して、あららら、なんすか、なんかほこり入っちゃいました、ね、かも、かも、かも。コーヒー、コーヒーは、コーヒー、コーヒーまた作ろうかな。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。さんにも飲まさないといけないですからね。なぜか請求するっていう。そう、なかなか3人でいて、だいたい1人600円とか700円ぐらい。貧乏飲み会わら。あ、でも、でもまあ居酒屋で割り勘しても結構安いですからね。料理頼んで、料理頼んでなんやかんやしても、うん、誰もいないのか誰もいないのか。電話が鳴りっぱなしです。お疲れ様です。お疲れ様です。あった、うん、電話が鳴り終わりました。今週あれですよね、羽衣祭り。そうです、土曜日特番がございます。それも言おうかなと思ったけど、終わってるから結局オンエア上では。そうですね、オンエア上では終わってるんで。そう、オンエア上では終わってるので、私は大丈夫ですよ。日曜日見に行けたらいいけど、あっちで駐車場ありましたっけ。いや、ないです。ない、関係者しか止めれないですね。なんとかならんかな。親戚出るんだけどな。親戚出るから見に来てねって言われたんだけどな。こっちに止めてタクシーで行くとか。ああ。ですかね。はあ、ははあ。その手があるか。その手があるか。一応まだタクシーのクーポンが1000円ぐらい残ってる気がするんだよな。多分。タクシーの料金が上がるらしいですよ。あ、600円からやれるみたいですね。ね、ニュースやってましたね。やってた。昔は羽衣祭り行くときは近くの専門学校の駐車場に止めて行ってたよ。できてます、カップボーイさんが。おお、あそこパシフィックですね。うん、ですね、専門学校だ。車の専門学校。うん、僕と同じ車が止まってたりします。ああお、全く色も一緒と思って。ナイスウォーミング。親戚が出るから見に行きたいけど、どんなかな、見に行けたらいいけどな。行けたら行くよって言ったけど。あ、そろそろですかね。そろそろあと40秒ほど、40秒もないぐらい、30秒ぐらいあと。終わりましょうか。はい、ではまた来週。お疲れ様でした。